はいおはようございます10時の鐘が鳴りました坊主カフェのお時間ですはいこのお時間坊主カフェと申しまして仏教についてお寺についてまた沖縄のですね習慣や式たりなどなどについてお話をさせていただく1時間の番組となっております そしてですね今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間ですね。もうこの FM 宜野湾のスタジオからすごい近いんですけれどね、はい、そちらのお寺で住職を務めさせていただいております。神宮寺住職近所良慶といいます。よろしくお願いします。はいそしてどうぞ。はいアシスタントの fm ギノハンのユイヤです。よろしくお願いします。何 <laughs> ですか今なぜお笑いが？今,今 FM 小ザって。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね二足のわらじゃん大変ですね。大事ですよここはギノハンですよ。はい。よろしくお願いします。<laughs> ちょっとセット違うでしょ。<laughs> 全然違います、ね <laughs> はい。はいということですね、えー、今日もね両家とユイヤと二人でね一時間いろいろねこのお寺について仏教について式たりなどなどについてお話をさせていただこうと思っておりますがあとですね。 なんかね今日ちらっとカレンダー見たんですよ。少、はい、しね今日9月4日。はい。え何の日？わかります,9月,す？9月4日。9月4日。串の日。ああ。まあウチナウチナっぽくうちなっぽいあれですよ。記念日ですよ。9月,す9月4日です。9月4日。そう串串の日みたいな。ちょっと串をなんか沖縄なんかちょっとなまってみて。 <laughs> 空巣ですああー,空巣あーと思ってあ<ー>今って,なんていうのこういういろんな記念日すごいいっぱいあるじゃないですか、はい、しかもほらこので多分空巣の日ってあの県外行っても誰も <laughs> えっっていう <laughs> 沖縄限定の記念日だと思うんですよんそんな感じでねいろ、ね、んなのあるなと思ってあ今日空巣かとじゃあちょっと今日は空巣でも飲もうかな <laughs> <laughs> 勝手にね、はいえー、今朝このカレンダーを見て思ったんですが、まあ、ちなみにね、こういう、こういうのこの空薄の日って、いつ、どなたが決めたんですかね、どうですかね、<laughs> やっぱりあの、なんだっけ、この青森酒造所協会みたいな、やっぱりそういうあれの関係団体の人が決めるんですかね。かもしれない、この青森のさらなるこの普及活動の一環として、ねね、9月4日、空スでいきましょうみたいな、うん、あるんですかね。<laughs> ああ,ああいうのちょっと決めてみたいですよね。面白いですよね。ね F. M. ギノワンの日ってあるんですか。F. M. ギノワンの日は。ないん<何>です。そう、まあ、創立した日は。あ、あるんですけれども。もその日をなんかこう、F. M. ギノワンの日みたいには。してなさそうな、ね。そうですね。ねそれか、ほら、こう、七十九点七じゃないですか。はい。だから7、七、七月九日と、九月七日。日<笑><笑>どっちですか。<laughs> そんな感じで、ちょっと fm エム宜野湾の人が作りたいですよね。そう、面白いです。勝手にここで作って、あの山内さんに、あの事後報告して。お、これなりましたから。で、こう決めちゃいましょうかね。ちょっとこう、今度ね、fm エム宜野の日。策定委員会を立ち上げて。やっとらずはゆうやく委員長で。自分副委員長で。提案を。で、山内さんが、まあいいんぐらい。 ちょっと決めまししょう、ねはい、楽しそうじゃないで面白いですね、うん、そ,うその日になると何かこうなん,なんですかね何かこう何か楽しい感じになるようにねういいですねじゃやりましょうよ。はいまあ、ということですね <laughs> 皆さん、えー、全く今のはい、えー、まあ、そんな感じでありますが、はい、ね今日はまあ9月4日空襲の日ということですのでねぜひ皆さん今日は空襲を飲みましょう各校、えーえー、未成年を除くということで。はい ね、ぜひ皆さんねそうい,うの、まあ、いろんな記念日がありますねもうこういう多分楽しみですからね、はい、なんかいいとか悪いとかな,なんだよそれみたいなこうツッコミも入れながらこう、ねあのー、言葉遊びを楽しむ、ね、そこからまた一日を楽しむというのが生活を楽しむというのがいいと思いますのでぜひぜひ、ね、そういう記念日を楽しんでみてください。はい、ということで今日も、ね、坊主カフェをお送りしたいいと思います、はい、この番組では皆様からのです、ね、コメントや感想ご意見などを募集をしております。 はい、FM 技能案のホームページにアクセスをしていただきましてコメントという欄がございますそちらにですねこうコメントして送信するというボタンを押していただきますとあのもうあっという間に私の手元にコメントが届きますまたですねメールでも皆様のコメント募集しておりますアドレスが797アットマーク FM 技能案 .com です797 ぜひぜひ皆様からのご意見をお待ちしております。はいということでですね、えー、今日も元気にいっぱいこの「ギノワン」比率通りになります、FM ギノワンのスタジオから、えー、皆さんにですね、いろんな仏教のお話をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 ははいではですねここで一曲ご紹介したいと思いますが実はですね先週お聞きの方は、ね、よくご存知だと思いますが先週おかげさまで坊主カフェ第100回をお迎えをすることができましてですねもう今日から101回ということでねもう無事にこう乗り越えられたということでまあねもう安心しておりますがぜひぜひね200回に向けて頑張っていきたいと思いますので、ね、今日はもう私の好きな歌でちょっとまとめてみました。一曲目はででですすね小田一雅さんで確かなことですどうぞ

いつでも大歓迎だよ。いつでもプログラム変更します。なんもう、もう、もう、全部やってます。う自由にマイク使う。<ー> <laughs> <laughs> なんだろう半日ぐらいで。半日。<laughs> <laughs> 毎月というか、毎週のようになるかてますね、どこかしらね特にもこの夏の時期さ<ー>すごい来るじゃんいいい今の今の子いいよなぁと思うなん <laughs> <laughs> でも,もおっさんなけですね <laughs> 今の子いいな携帯もあるし <laughs> 自分の子供を見てと。 みんなで集合するときに、はい、LINE で一斉に送れるわけじゃないですか。はい、あこれいいうん。違っかしたときに連絡もおるぞ。1番の人が2番に電話して<ー>伝えて、で、2番の人にお前3番に電話してるで、2番が3番が3番が4番。で、4番が5番に電話したら5番がいないから6番に電話するみたいな。じゃあ5番どうすんねんって。 四番はだから、もう後で五番にももう一回電話するわけです。あ<ー>どうもいいないいみたいな。後 <laughs> <laughs> と,とかたまにぶっちするやつがいるわけですよ。俺 <laughs> <laughs> とか、俺来てないけどって。<laughs> <laughs> そしたら、魚持って。俺電話して、俺も電話して。お前だ。そう、たらとか、二十人いたらだから、ね。ら十九倍ぐらい電話し。 うーん、今あったね。十人みんな登録してればあった。あそこに送ればさ、一回でいいわけじゃないですか。ええ<あ>。<あ>聞きまるさんだ。こんにちは八月三日に注文したエアコンの今の取り付け。ええ、こんなかかるんですか。 丸い1ヶ月じゃん。だって9月4日から。 はい、えー、コメント来てます、えー。キキマラさんありがとうございます。えー、こんにちはということでコインもいただきましたありがとうございます、えー。また8月3日に注文したエアコンがまさに今取り付け工事してます。遅いけどやむなし。<laughs> 8月3日1ヶ月ですね。1>, 1ヶ月、えー、エアコンなし。いいですね。<laughs> まあでもまあまああのー、キキマラさんまだお若い。 確か若かったので、えあの健康になるんじゃないですか。まあ確か汗もうまい具合に。汗かいて。汗かかなくなりますよね。こうずっとやっぱエアコンいたら、だから絶対なんかこうね毛根変になっちゃいますからねあの毛穴とかね。な <laughs>、うんもいよ良かったと思いますよ。<laughs> すいません、ね、あのガンガンエアコンついてますけどここ <laughs> <laughs> そうか。まあある意味修行ですね。そうですね。八月にエアコンないってね今。 もう連日猛暑でしたからね酷 <ねえ S 2> 暑というか本当ですよねご苦労様でございますあとエアコンの人もねまあ多分エアコンの人も別に浮遊してたわけじゃないでしょうからねう<ー>もう毎日のようにお仕事してやっとマラさんのところに来れたということでしょうからねエアコンの取り付けさん取り付け業者さんもお疲れ様です えー、もう皆さん、ね、こう夏頑張りましょう、はい。ということでコメントありがとうございます。はい、ではですね、えー、今日のお坊さんのつぶやきですけれど、まあねえー、っと先週先々週に、ね、あのお盆がありましたがあの実はですねあの私、えーまあ、ねよくたまにこのね番組で言ってますけど、えー、次男なんですけど、まあ、こう家を継いだというかね後を取ったというか、はい、そういった、えー、こ,うことになっておりまして。で あのー、実はね兄弟いるんですけどみんな、あのー、もう県外にこう暮らしてましてあ、はいはい、あのー、まあ、要はもう一人っ子状態しかもやっぱりねこの向こうの普通にねこう関東の会社なのであのお盆休みって言っても別にあの沖縄のお盆とはかぶ<ー>らないし時期が、はいまあ、そもそも帰ってこないし。<laughs> <laughs> はいもうまあ、そういう,もう諸事情あり、はい、もう一もう人っ子なわけですよ。なのであのうちのも親も全然こう親戚の印刷とか親戚周りもしないし、はいもうなかね、あの自分でやってるんですけどあのずっとね、まあ、もう今四十数年生きてきてずっとこう不思議であの暮らしてきてあのそのままにして暮らしてたんですけどあの私のこう親戚って金城さんがいないんですよ。 ね普通で中本さんだったら僕も中本が身近にいない,い,ない今遠くたどればいるんですけどお<ー>この本当にこうお盆とか正月とかこういう行事ごとで集まる時は中本がいない、はい、<laughs> マジでお一緒じゃないですかで私もずっとねなんでかなとだってね親戚っていうことはね<ー>こう金城さんのはずじゃないですか、はいはい、で一軒だけ金城さんがいたいるんですよ でもすごい不しあの偶然でここ本当は近所あの私の親戚ではないんですよ。<う>親戚じゃないと親戚なんですけど血がつながってない金城さん<ー>たまたま金城さんという私の親戚とのおばさんと金城さんという、はい、<laughs> 男のね <laughs> 私もおじさんですけど、はい、が結婚して金城さんになったので要はあの字は変わってない。<laughs> いや、屋号が違うわけですよ。はいはい、そうそう、屋号が違う。だから、うちは金城は合ってるんですけど、その金城5話ではないんですよ。ここの金城さん、家の屋号ややこしいんですけどね。だから実質この金城家の直接のこの親戚という方はゼロなんですよ。はい、みんなあのー？ のなんですかね母方母,も母方もいないんですけどおばあちゃん方とかで今回分かったのはみんんなおばあちゃん方だった、えー、<laughs> すごいひいおばあちゃんってねもう2世代3つ世代上じゃないですか、うん、で親いてばあちゃんいてひいばあちゃんですからもう3世代上のつなのがりの親戚しかも全員そうだったっていう1人残らず全部このひいばあちゃんの この身内ひいばあちゃんの,この実家の,このまあ中村さんというんですけど中村さん家からいろいろ嫁いだとか文系したとかこういう,そう中村系のひいばあちゃん系の親戚だったって言ってで,でなんとなくそ,そうなのかなとねまあその中村っていうのはもうひいおばあちゃんの,この実家って分かってたのではいだからそこでね あのー、最長老のおじさんに、はい、もう捕まえて <laughs> おじさんも今日とことん教えてって,言っておじさんがわか,わかるこの神宮寺のとこの、はい、なこのなんていうのこの中村のこの親戚のこの関係図相関図あっちのお家は何みたいなこっちのお家は誰みたいな <laughs> で、まあ、おじさんも、あのー、まあもういい90いくつなんですけど。 ま,まだそこは,はっきり、はい、あの頭もしっかりよあのもうこ普通に会話もできるからおじさんがあれはこう,こ,こ,こういう系だよとかこっちはあの次男だねとかこっちはあの長女だね,女だねみたいな感じで教えてくれてやっとあなるほどねもうほぼあ今回のおじさんの、あのー、お話でほぼもう9割ぐらい親戚クリア <laughs> へえみたいな。 すっきり40数年あの溜まってたものやっと出ましたみたいな <laughs> ポッコリおなかも治りました <laughs> 確か分かんなくなりますよねもう小さい時からいるんで誰がどこのどういう関係でっていうのが僕も分からなくて聞いたりするんですけど、うん、毎日よくそうそう <laughs> 別に私もあの今まで全くこうスルーしただけじゃなくて折々にこう親に聞いてきたんですけどまあうちの親もね結構その辺あのそんなにこうはっきり あの把握ししてないんでしょうねだからこう答えも曖昧だから、うん、結局ね曖昧な答えをもらってもこっちも「てんてんてん」っていう <laughs> <laughs> まあよくわからないけどまあ親戚だよねぐらいの,、うん、あのいつもオブラートに包まれこう終了するんですでまたね、まあ、お盆終われば 日常生活で戻るわけそんなね親戚ねあっちがどうだこうだってあんまりこう結局話にならないしそれでまたこう次回に持ち越しっていうのがもう何年も来て本当に最近は全部私が一人でねあのお盆とかあの仕切ったりあの回ったりということになってるんでも本当兄弟誰もいないしでもあとこう自分が元気なうちにねあのこれは知っておきたい。 あとね、ちゃんと子供とかね、あのー、周りのこのいとこ連中にも、こうねああだよって言えるようにしといた方がいいかなと。ということね、今回しあのやこう、ねし、調べたというか、聞き取りをして。で、一応、まあねその、このね、じゃあ、ね、あっちのこう結構、うちの親戚ね、那覇とか嘉手納とかいろんなところに散ってるので、はい、でこの嘉手納のおじさんに聞いたわけですよね。嘉手納のおじさんが、この本家というか、一番長老で。 あのこの本家筋なので,でそれを聞いて今度那覇の親戚行ってこの嘉手納のおじさんに聞いてこう,だこうなんですけどそうそううちはそうよみたいな感じ、えー、あそうやっぱりそうなんだみたいなそして、ね、面白かったのがあの浦添に親戚いるんですけど、はい、浦添の親戚行って、ね、こうまたこう,、ね、こう聞いたんですよこんなねちょっと、ね、この浦添のおじさんはこういうこ,こでつながるんですよねみたいな話をしたらなんかそのおじさんが「 そそそうそうそうでねちなみに「うち自体はね」みたいな言って「何ですか?か」っったら「要は首里からのこの首里の侍のこの流れだよ」と「お<ー>おそうなんですか」ってこうそこからあの琉球王朝時代に、はい、この要は侍と要はこのんていうの農民の人普通の平民の人、はい。で、何が違うってもう要は名字を持ってるか持ってないかとかもあるしんうん、うん、あとは あのこの家父って言って、あのー、このあ家計図そうそうそう家父持ってる持ってないっていうのがやっぱりあるわけですよね<ー>でこのお家ちゃんとこの家父王朝時代の家父を、あのー、代々残してきたえすえすごいで戦争の時も戦争の時は今のおじさんの、えー、おじいちゃんの時代なんですけどおじいちゃんがあのもうちゃんとこう懐に入れて「<あー S 1> これだけは」って言って。 あのー、要はこう戦争をく,くぐり抜けでおじいさんももちろん戦後まで元気だったしもちろんこの家父もあの無事でっていうのでうボロボロなんですけど、うん、もう見せてくれもらっておおちゃんとね何々、えー、何初代が何々蓄積んではいそこからこう分かれてこうこうこうってきておじさんで13世って言ってたかな。えーすごいうん、うん 面白いですねこの自分をたどっていくとルーツというかねえうそうそうそうでももちろんそのボロボロって言ってもいていうの本のもう端,端っこがちょっとボロボロなだけで、はい、もう全然あの文字書いてあるところとかはもう綺麗だしうん、うん、もちろんあの墨書きなので何の問題もなくもうこれ薄くて。 ほらインクとかだなマジックとかだとやっぱりインクが蒸発してだんだん見えなくなるんですけど墨、はい、はもうあの何千年でも持つので、うん、もうもう全然もう普通に読めるわけですよ。まあ単純にあの漢文で書いてあるから読み下すのにすごい大変なだけで、うん、でももうね,あのね読むとやっぱりすごく面白いというかえ、うん、ーみたいな。 そこ,は,、ね、この要は私の直系のつながりではないからお互いにこの何ていうのかな私のひいおばあさんの実家からうちには,要はひいおばあさんが娘、ね、そこの、ね、おばあちゃんが嫁いできてるし向こうも女の人が嫁いできてるから要はお互いに名字違うし。 全然系列はもう違うわけですよ。はい、横つながりの親戚なので、<ー>だから向こうもなんかねその代々はこう茶しんこの狩りの侍でねこうこんなねあの、うん、ご先祖様にはこんな人がいたこんな人がいたっいうのを全部家訓になって、めっちゃ面白くてあのね私結構そういうのやっぱりねまあ仕事柄もあるのでもう好きなわけですよ。はい、まあ、ね、そういうのやらないとなんてい何ちゃうの調べないといけなかったりもねするので。うんうんうん だからそういうおじさんもねあまりこう、まあ、人様に見せるものでもないしあんまり人に見せたことないけどまあまあいいよあんたったら見せるよって言って見せてくれてもうめっちゃ面白くてほんとの次の放置じゃないあの親戚周り行かないといけなかったんですけど<笑><笑> <laughs> じゃもうちょっとみたいな感じで <laughs> 結構粘ってみましたね。 面白,い面白いですね、うん、ああいうのはね多分ほら結局ね首里も燃えてしまってるからこの本来ね首里の何だっけあそこんだっけんとか座にね保管されてたはずのもう何千というね、はい、そういう家も全部燃えてしまってるわけですからもうその各おうちがねそうやってあの命からがら家フをね 大事に保,保管しなければ残ってないと思うのでうもうそういう意味ですごい貴重ですね貴重面白かったかまた今度おじさんにねまた今度おじさんにゆっくり見してください <laughs> <laughs> も,うもう出てきたんですけどねよかったですねそうそんなのもあったりあとねあのー、本当にこれいつでしたかねお盆終わってからかなあの親戚いや親戚じゃないこの法に行ったおうちにーこのう,うとうとしたら終わって、はい このおうちの人が今日お坊さんが拝んでくれたこのうちのおばあちゃんあのお坊さんの親戚だよ <laughs> <laughs> ええー、<laughs> いやいやいや <laughs> いや知らんしと思ってだって初めて会うしみたいな <laughs>、えー、どういうことですか、はい、って聞いたら、ま、要はまあしもちろん親戚ってもすごい遠いんですけど、はい、確かに私のこの,あの要は何ですかねこのムート屋の おばあちゃんとこの私がその時拝んだあの女性が要はこの兄弟だったとあ<ー>、はあモウトあのおばあちゃんの妹さんみたいな <laughs> まあまあ確かにそう言われれば親戚だねとうん、うん、モウトヤのおうちですかねだから「ええ」みたいなでも全然知らなくてで,でもえっとこうやっぱ向こうはねもうまあ知,って知ってるというか。 だってあそこのここここ,ここの要はうちのムーティアのね住所とか場所とか言ってあそこの近所さんでしょって言われてああそうですそうですうあそこうちのムーティアですみたいなそうそうだからあっちのおばあちゃんはうちのおばあちゃんのお姉さんだよみたいなおらおおお面白いと思ってだからねこうあじゃあこう他人ではないわけ <laughs> ですよねはい。 そういうのがこうポッと出てくる沖縄のな、あのーま、んか不思議なね、えー、感じ好きですねいいですねぜひねあの皆さんもねこうなんかいろんな親戚えじゃあゆえこむとかじゃあ今度ら一生懸命じゃ中本家のこのいろんな親戚さんたたどりいんですよね,ねなぜ中本じゃないのに親戚なのかってねきっとあるわけですよおばあちゃんのの実実は実家の そっからの文系とか <laughs> 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 もしかしうち私みたいに「火おばのとか、はい、結構遡るかもしれないですよ。うん面白いですよ。ぜひあの、はいあのー、ね、盆、まあ、正月に多分集まる機会あると思いますのであの、はい、紙とペンを持ってですね、はい、<laughs> まあもしくはもうスマホにあのメモ帳ありますから <laughs> ぜひた <laughs> <laughs> すらメモって。確実に言えることは メモらないと忘れます忘れれまますす、はい、もうねやっぱりねこうそんなにほらねこうすごくなんていうのもこうな,なんて言ったらいいんですかでこうそんなのってもうその時ああーと思うんですけどやっぱりなんかさーっと消えてくるんですよ何でも絶対メモんないと私もメモって今回やっともうおいさんもおい,おいさんも結構ねわっと喋るから「おいさんちょっと待ってください <laughs>」<laughs> メモはそんなに間に合いませんと思いながら、ね。<laughs> やったんですよぜひぜひやってみてくださいはいや,やってみたいと思いますはい、はい、ということでですね、えー、今日はですね、えー、お坊さんつぶやきはちょっとねこう9本で自分の親戚が、えー、ちゃんとわかったということでお話をさせていただきましたではここで CM を挟みたいと思います ちょっか回宣伝します。はい はい、えー、といとうことでちなす港のコーナーですが、えー、その前にですね、えー、神宮寺から皆様に、えー、お知らせ、えー、宣伝であります。はいまあねあのー、何度かご紹介しておりますが、えー、10月の7日日曜日にですね第10回神宮寺祭り ということでねあの今年も神宮寺をこの主会場に、えー、お寺でお祭りをしますということで案内をさせていただいておりますが、えー、このあの神宮寺祭り、ね、あのもうご参加されたことのある方よくご存知だと思いますがあのですねまあ、いろんな催し物をさせていただいておりますその中でですねあの今日はちょっと地後行列というのに関してね皆さんにあの宣伝告知です 稚語、はいまあ、行列といいまして、あ,の、まあ、あんまり沖縄のお寺ではないんですけれどね、結構、県外のお寺ではこう活発なんですが、はい、あの子どもですね、まあ、大体、あの神宮寺の場合は、えー、5歳から12歳までの、えー、男の子、それから女の子にです、ね、この着物を着て、えー、もらって、こうお寺とかこう普天間の町の,の中をです、ね、道じゅすると。 で最後にこうお寺に帰ってきてですね、えー、この健康祈願、子どもたちに <laughs> してですねこの健やかに成長しますようにと、ね、子どもたちがこの子たちがこう、ね、幸せになりますようにということでこのお祈りをさせていただくというまあ行事がございます。はい、この行事、ですねあのもう毎年、毎年もも本当にもう第1回から本当にこれもずっと続いていますが、はい、もう非常に大好評でですね あのだいいつもあの先着30名様ということであの募集をするんですけれどもあっという間に埋まっております。はい、でねあの今年もねこの地方行列申し込みがちょうど今日からね9月の4日ね火曜日から9月の18日の火曜日までがこの申し込みの期間となっております。はい で詳細はです、ね、対象が5歳から12歳の男の子、女の子ということですであの参加料が1人1500円、この1500円にはです、ね、貸し衣装の,この代金、それからお土産、そして保険料というふうにこう含まれております。 そしてまたあの別途になりますが写真が1枚1000円となっておりますただこの写真はの希望の方のみですのであの写真は特にね集合写真ですがいらないよという方はあのも1500円だけで大丈夫です,でですね今のところはで予定がね10月の7日日曜日の午前9時半に神宮寺に集合です で、その後、写真の撮影がありましたり、ちょっとね、この出発地点がお寺ではなくてちょっと近くになりますね。そこまでこのバスで移動したりしてですね、11時から行列、で、11時半から神宮寺の本堂で、この健康祈願ということで、今ね、絶賛募集中でございます。ぜひぜひご興味のある方は、まずね、お寺までお問い合わせをください。問い合わせ先はですね、神宮寺です。 です892-3335、神宮寺、9時から夕方の5時まで、9時から5時までが受付のお時間となっておりますので、ぜひその間に、その時間内にですね、ちょっと地方行列、なんかラジオで聞いたんですけど、興味あります。ということでですね、お問い合わせいただきましたら、係の者が対応させていただきます。 あのー、ご参加ちょっと子どもさんたちねこう着物着せて、えーね、見たいわという、ね、お父さんお母さんそれからあのおじいちゃんおばあちゃんなんかも結構ね,、あのー、ねお孫さんを連れて来られるという方も結構いらっしゃいます、ね、あので大体そうなんですけれど子どもよりも大人が盛り上がります <laughs>、はい、<laughs> かわいいんですよ <laughs> はいあのー、もう本当にね何ていうのこの衣装もいわゆるなんかこの も昔の,この,なんの貴族の子供たちが着るような、はい、こうきらびやかな、うん、あの衣装でこれもやっぱりあの沖縄にはないのでこの姫路の方のね業者さんに毎年あの注文をして送ってもらってっていう,うにあにしているのでなかなかねあのこうほんと雅な感じで。 あの可愛いんですよ特に女の子はねあの頭にこう本当にも冠を乗せるんですよ。<ー>結構重くて子供とかこうちょっとこうずれたりするとブローンと落ち,ちゃ落ちそうになるぐらい結構重くて立派なやつを、ね、あのできますのでねぜひぜひあの、ねまあね、皆さんお子さんかわいいと思いますがその子がさらに可愛くなります、ね、<laughs> はいぜひ、はい、あの10月7日の神宮寺祭りのェゴ行列 今、ね、募集中です。9月の18日まで募集をしております。あとですね、万が一、台風などで、えー、お祭りが、えー、こう当日開催が難しいという場合は、10月の14日が予備日になっております。1週間後ですね、えー、10月7日の予定ですが、えーねえー、延期の場合は10月の14日の日曜日が、えー、時間は同じですね、9時半集合の11時から行列ということで。 りますので、ね、ぜひ大体ね、解散時間はまあ12時ぐらいになると思います。11時半にお勤めさせていただいて、終わってお着替えなどしてね、12時にはもうあの解散できると思いますのでね、まあ、午前中、ね、ちょっといい、えー、お時間いただきましたら、えー、行列できます、はい。またね、あのお祭りの中であの屋台なども、食べ物の屋台などもありますのでね、そのままそこでお昼を食べると。 いうことも可能ですからね、えー、ぜひねその後またあの大道景などもありますしぜひぜひあのお祭りの盛りだくさんであります、えー、ぜひね皆さんご参加くださいということでですねちょっと第10回神宮寺祭りのこの中古行列の宣伝させていただきました、はい ままあ、まあということでね、えー、すみませんね、ちょっと話があれですけれど、えーまあ、今日はね、沖縄、内縄通行の話ですが、まあねあのー、今月はね、あのーまあ、9月ですけど、まあ、旧暦でいうと8月に、ねはい、なります。で、まあ、沖縄8月といえば、あのー、屋敷の右岸ねあります、えー。2月と8月と12月だっけな、ねえー、3回ありますが、今回はもう8月ね、この真ん中のこの屋敷の右岸。まあいわゆる、ねまあ、この建物が <laughs>、 ねあのーね、なんか無事にと、ね、なんか変なものが入ってこないように家族みんながこう健康にということでねこの屋敷を要は拝むということですが、はいねまあ、例えばねいろんなこ,うの,、ね、この四隅拝むとか皮ぬかを拝むとか,か,をむとか門を拝むとか、ね、あります。で、あのー、最近結構、ね、多いのが要はあのー、自分でできませんかとか。 あの必ずこの豊の人とか拝み、はい、屋さんとか、まあ、例えば坊さんもそうですけど「頼まないとダメですかね」というあのことをよく言われるんですね。でまあ,あのそれってまあまあ「頼まないといけない」って言われるとあのいや頼まないでもいいんですよ <laughs> とあのなるんですがなので別に、まあ「頼まないといけない」とか「頼んでないからダメというのではなくあく,あくまでね まあその要はこの屋敷のうがの時期ねやっぱりねこれはもう半年に一遍ですからねはい半年4か月に一遍かなのでねあのやっぱそれはもうあの拝むた方がいいんであってやってないからダメとかあのやらないといけないっていうこの言葉はちょっとあまり適切ではないかなと思いますがまあそういう意味であのじゃあ自分でやりますとなった場合でもやれといってもねやっぱり素人なので どうすりゃいいんですかみたいななるじゃないですか。はい。そうそうなのでね、まああの神宮寺ではまあいろんな、ね、あのまあ、こうアドバイスなどし。しておりますが、まあその中でまあ比較的簡単なのがですね、あのこのお札。お寺で扱ってます。はい、これ要はこう屋敷をお守りする、ね、お札。はい、なので、これあの、まあ祀ってくださいよと。でも祭り方とかの、まあ、あの説明の用紙もあるので。まあ、それが一番こう、まあ手軽というか。あの、はい、すごくあの。 簡単にできるのでだ、まあ、誰でもできると言いますかね、はい、で結構難しいこう言葉を述べるとか、ね、あの作法とかもまあまあ,あの、ね、いろんな形がありますけど、まあ、その辺はこうお札に全てコメントさせていただいているので、ね、このお札をこうね祭ってくださいよと、はい、ここにね、まあ、四隅にとかねこの門のところにとかちゃんとあのその辺もバーッとこう門に貼るものとかねこう屋敷の四隅のどこに貼るとか全部書いてありますのでね。 はい、そういった方法もありますのでね是非、はい、ね、まあ、屋敷のうがんあのいわゆるまあその伝統的にねこのねえこう火ぬかんを拝んでしかもねこう拝む時にはこういう言葉をこう述べてあの使ってとかもいいんですけどねなかなか大変なのでまあじゃあ少しあのその辺はあの、まあ、はしょってるわけじゃないんですよ全部それお札に込めさせてもらってるので、はい、お札に込めてるのでもうそれを使ってくださいよという祈りの分はもうお札にもう先に もうなんていうての入ってますみたいなありますのでね、うん、はいぜひあのまあそういった寄付だといってねお寺で扱っておりますので、ぜひね、あのもし屋敷のうがん、ちょっと自分でやりたいけど、でもちょっと不安、心配という方、はいお札にはそういったお守り、お札もございますのでね、えっとお札をご活用ください。はいということで、ですねえ屋敷のうがん、今日のようなうちの崇高屋敷のうがんについてのお話でした。 はいではですねここで二曲目、えー、ご紹介したいと思います、えー、次ももうねあの好きな、えー、歌い手さんですね、えー、ユーミンでアニバーサリーです。 아상 <susur> ビーチから子供の時行ったことないん。ほん本当にちっちゃい時はなかったと思う。少し中学生ぐらいでもできたかったな。もこのぐらいからビーチの横に乗ってたらほっとるあっちしか行ったことなかった。ケン <laughs> ビーチか回行ったことあるな。結構あそこは広くていいよね。そうですね <laughs> 遠足なんです<足>。<laughs> <laughs> はいはいえー、続いてですね、えー、一度は行ってみたい神社仏閣のコーナーですがねあのーまあ、最近ちょっとねあのお盆だったりねこの百回記念などがありね、えー、ちょっとお休みをさせていただいておりましたがお待たせしました今日からまた復活です、えー、四国88八所巡りということで今日は第8番、えー、熊谷寺のご紹介ですいやさっきね気がついたんですけどもこれで11分の1ですよ。 ちょっとねゆうや也んにねあんまり分かりづらいですねみたいな <laughs> <laughs> 辛辣なコメントをいただきましたが <laughs> もうでもね、あのーはい、11分の1ですよ <laughs>、はい、よかったよかった何でもほら節目は大事です、はい、そうです私ね結構なんでこうやってねあの数字にするの好きなんですよ<ー>あちょうどなんかよ,よくやるのがあの車のナンバーとか見てて<ー>1234、ね、とかあったらおすごい並んでるとか。 逆に99876とかお逆文字とか1326とか見たらお倍数じゃんみたいな <laughs> 結構好きなんですよ。なんかなんかこうやってなんかで、ね、これ11分の1とか <laughs> なんかこう見つけたい数値化したいんですよ <laughs>、はいまあ。ということで、ね、今日は11分の1の、えー、熊谷寺ですが、ねえー、まだまだね、えー、徳島県の。 ね、この発ンの、ねえー、旅の途中でありますが、ね、この熊谷寺さんもですねやはり同じくこの弘法大師空海がね、えー、この携わったお寺ということです。はいねえー、歴史を見ましたら、えーま、公認8年 本当に空海さんが、ね、若かりし頃ですが、でここの,あの熊谷寺の、ね、赤ヶ谷という、ね、ところで修行しているところ、なんとこの熊野の権現という、ねあのー、和歌山県ですね和歌山県の,この熊野の権現という神様が現れてここ、ね、長く修行を再度の礎とせよということであのこの金の観音様を空海さんにこのお授けになったと。 でその時の、ね、観音様の何がすごいって一寸八分という、ね、大きさなんですけどち、えー、ちっちゃい一寸って3ンチですから,らす八分ですか、まあ、入れても多分もう4センチね結構ちっちゃいですよね。 でそのね小さなね観音様ねしかも金の観音様を交差付けしたとでまあ空海さんそこでねそれをそのまま本尊さんにするんではなくて今度は空海さんご自身のね等身大のこの千手観音さんを掘ってでその,あの体内にこの金の観音様を納めてこの熊谷寺の本尊としたとそこがこう熊谷寺がそこからこうスタートしたということです。 残念ながら、のの昭和2年にですねこの本尊さんと本堂がですねあのもう火災にあって燃えてしまうともうなくなってしまうということで今の本堂自体はもうあの昭和え戦前ですね、昭和15年ということですかねえもう戦前にあのもうこの本尊さんを安置するこの奥殿と拝殿それからね戦後の昭和45年に本尊さんが再建されたと。 いうことでまあ結構まあ最近っちゃ最近ですね昭和45年といったらね私が生まれる少し前ですからもうねだいぶもう昭和ももう中期、ね、後期ぐらいになってますからねまあそんうところにできたとでね、まあ、私もねそん、えー、去年ですねこの熊谷さんを行かせていただきましたがあのね階段がね結構ねこうガツーンとあってですね しかもねこの本堂からあの大獅堂というねあの必ずこのお遍路さんはまずお寺のその本堂にお参りして次にこの工房大師空海が祀られているこの大獅堂というところをお参りするというねこの流れになってますがあの本堂のすぐ目の前に階段がずらーっとあってこの上です大獅堂みたいな <laughs>。でまあ私はいいんですよねあの別に歩くの好きだし。 まああのね最年少なのでいいんですけどねもうあのそのメンバーのねおばちゃんたちが「これですか?」みたいな <laughs>「これ登るんですか?」って「そうですね上」って書いてありますからね <laughs> 登るしか <laughs> あのないですねお <laughs> ぼるわけにもいかないですね<ー>私ねそんな78人一緒にいますからね何往復するにも <laughs> なるのでねまあみんなで上がりましょうって言ってね 上がっうんうん、うんうん、やっぱりね何ですかねあの高いところから見る景色はねやっぱりこう気持ちいいというか、ね、やっぱりあの弟子がこのお遍路のお寺さんみんなねやっぱいいところにありますのでこうよくこの周りが見渡せるとか街が一望できるとかね逆にこの森の中山の中にあってこう山にこう包まれてるこう感じというか気持ちになるとかねそういうので。 ね、あのとても、あのー、気持ちのいい大獅堂に、えーねえーね、も見晴らしでしたね。でまたねこの大獅堂ね行った時はちょっと気がつかなかったんですけど、ね、今回調べて分かったらもう結構古くて、えーとね、もうお,お堂自体は、えー、1700年に建てられているということですからもう300年以上前の<ー>だから江戸時代ということですね。はい、で、あのー、さらにさらにですねこの大獅堂にお祭りされているこのお大師さんの像は えー、1431年ということですから、もう、えー、鎌倉違うか、室町か。室町ぐらいで、ね、町ってますね。うん、ということちなみに神宮寺が1459年なので、もう全然神宮寺よりも古い,<ー>、はい、30年近く古いということでね、もうもう立派な、ねえー、そんなこの本堂,本堂とね、それから大師堂とあります。で、また、あ、ね、確かに言ったときも気がついたんですけどね、多方島といって、はい、あの大きな、 あのお堂がお堂なんですか？塔があるんですよ。はい。ね、立派だ、大きいなと立派だなと思ったら、やっぱりあの四国最大のこの規模を誇るということで、はい。立派なね、多宝塔もありましたし、あとねこの要はお寺の入り口のこの三門ね、あの入り口に門がありますけどね、よく二王さんとかがお祭りされてるね、門も,うもう大きかったんですよ。これもねやっぱり四国ではあのこの四国霊場八十八箇所の中では一番大きな ここの三門だとということでね本当にこの大きな山門があって大きな多宝塔があってねすごい古いあのお大師さんが祀られているということでこの熊,熊谷寺さんねもういろんなこう古いもの,ねあの立派なものたくさんありますのでねぜひぜひこの熊谷寺さんね徳島県のねところにございますで結構ねここまで1番からだっいてい8番確かね次の9番ぐらいまででしたかねはね あのー、すごい近いんですよ、もうねポンポンポンって行ける感じ、まあイメージで言うと、ですよ車だったら、多分ね、お寺とお寺の間が10分、あっても10分ぐらいじゃないですかね、本当に近いですね、そうとても近いんですよ、だからもう本当に歩くみたいな、歩いても多分ね、20分とか、それぐらいで着くと思いますのですごいあの近くてね、あのいいんですよ、まあ、やっぱりね、このお遍路さんのね、私な、すごいなと思うのは、はい このやっぱりこの1番から88番までずっと一緒じゃないわけですよ例えば距離だったりこの何う高低差だったりやっぱりね最初なので最初はねもう近くてもうすいすいと行けてお「おこれいいじゃん」みたいな <laughs> <laughs> か、まあ、簡単じゃんというか何ていうんですかね「おもうもうもう減っちゃら減っちゃら」みたいな感じでやっぱ始まるわけですよそれが本当にもうだんだんね途中であのこう山の中行ってみたりとか急になんか。 片道2時間ぐらい車でですよ。片車で片道 <laughs> 2時間ぐらいとか行くんですよ <laughs> え本当にあるのみたいな。で、うんうんそこ行ったら、また2時間ぐらい戻ってくるわけですよ <laughs>。<laughs> <laughs> そういうのとかもありね <laughs>、なんか、なんですかね、もう、本当、エンターテイメントですよ。<ー>これをねこう考えた人は もうすごいな、面白いなと思って、よくこうね、こういう風う,う,うな配置にしたり、いろんなことを考えるなということでね、ぜひね、お遍路さん、私はね、車で行きましたけれど、歩いたらまたね、いろんなまた違ったこうね景色、の多分感じ方があると思いますのでね、ぜひ皆さん、四国のねお遍路さん、今日は8番ですが、ぜひ88番まで、ぜひぜひ皆さん巡ってみてくださいはい。 とということでですね、今日はね、えー、お寺の話は、えー、四国八十八番の、えー、今日は第8番「えー、文雄山信仰院熊谷寺」のご紹介をさせていただきました。 はいということですねもうあっという間にもう一時間、ねえー、もう坊主カフェ立ってお、えー、りましてもまもなくもうねエンディングとなりますが、えー、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、あのね先ほども少しに、ね、ご紹介しましたがね10月の7日にね神宮寺祭りと言ってねあの、まあ、本当もうこれは私が、えー、10年ほど前にまだ副住職の頃にねあの立ち上げさせていただきましてねもう今回本当10回ということでね もうなんかこういろんな思いをえこう感じるね今回のお祭りなんですけどね、今年もさせていただきます。本当にまあお寺のお祭りということで、普通の町の,のお祭りとまたちょっと違う、うもちろんね楽しいでありますし、おいしいねんな屋台もありますが、プラスこうなんかこうご利益があるというか、なんかこう来てあのなんかこうほっこりほっこり幸せになるみたいな。 ね、そういったものもの目指しておりますで特にあの、ね、いろんな参加型ですので、ね、こう見てあのわあすごい綺麗というよりは実際にやってみませんかと、はい、そういう体験型をあの重視しておりますので、ね、ぜひぜひあの、ねえー、神宮寺祭り今年、ね、10月の7日にございます、ねあのまあ、来ていただいた方は皆さん、まあ、一応大好評ということでよかったよとかあの、まあ、あのすごいあのね お,お寺の中でしてますのでね,あのねだだっぴろくなくてねうま近いのでこうなんかすごい何、あのー、ていうんですかねこう臨場感があったとかねう、はい、そういうふうにおっしゃっていただいておりますのでねぜひぜひあの神宮寺祭り今年も10月7日にあります、ね、いろんなねこの稚語行列から写経座禅、えーね、日渡りの体験などね、えー、ございますのでぜひぜひ皆さん10月7日日曜日、えー、ね普天間 やりますにに遊びに来てください大体ね11時から夕方の6時まで様々なプログラムありますのでねもうその時間いつ来ても楽しめます是非お越しください。 はいといととうことでね坊主、えー、カフェお送りさせていただきました。えー、今週は皆さんいかかがでしたでししたょう,か、ね、もうお盆も明けてねもう夏休みも終わってねやっとちょっと人段落しておりますがね <laughs> 世の中のともお父さんお母さん、みんな同じ意見と思いますがぜひ、ねえーまたね、今週から一生懸命ねまた頑張ってね、えーまあ、来週も坊主、えー、カフェ聞いていただければと思います。 ということでここまでの5相手は、えー、ギノワンシ不天魔になります神宮寺の住職近所旅形とですね、えー、FM ギノワンの、はいや <laughs> の2人でしたはい、はい、皆さんご視聴ありがとうございましたまた来週ですさようなら